引き続き休館の探索だ。本当に血清なんかあるのかな？今はゾイさんを信じるしかないですよ。異様にゾイに使われてるよな。雲までいるのかここは。虫好きにはたまらないステージだね。虫嫌いにもたまらないステージですよ。こりゃナイフじゃどうにもならんか。お、これはバーナーノズル。バーナーの部品じゃない？バーナーグリップ。なんだこれ、なんてバーナーの部品でしょ。それは、わかるが、ガラクタ感が半端ないが大丈夫かこれ。捨てられてましたもんね。とにかく組み立ててみようよ。一応できたが。ほんじゃ、試してみるかな。なかなか、いいんじゃないこれ。虫には有効ですね。虫を一掃するのは結構気持ちいいな。これ、あっという間に燃料なくなるな。燃費悪い武器ですね。通路がありますね。なんだ、ミヤか、じゃあお疲れー。本当に行っちゃうの？広いんですよ。へいへい、わかったよ。また腕切り落とされても知らないぞ。まあ、話だけでも聞いてみようよ。No more bullshit, Mia. I want some answers. I know. I know, you're right, and I always wanted to tell you, but I can only remember a little and the rest is just gone. That right? You mind if I borrow mommy for a little bit? Why don't you stand there? Do something! Ethan, help! ルーカスのやつめえ、マヌケとはなんだ、マヌケとは。そっちですか。ミヤさんの救出がメインミッションですし、ミヤさんはマリオで言えばピーチ姫ですよ。ピーチ姫は、マリオの腕を切り落としたりしないだろ。しかも、笑いながらチェーンソーで。それは、そうなんですが。それでも、イーサンはミヤを助けたそうだよね。100年の恋も冷める事案だと思うが、大したやつだよな。お、久々登場だな、マーガレット。こないだの、クソまずい飯のお礼がまだ経ったな。どこもかしこも、虫だらけですね。一発バルサンでも焚いて全滅させたいな。どっかで待ち伏せしてるかと思ったが、どこにも、いなかったねマーガレットさん。別に会いたくはないがな。ムカデもいるのか。思わず下がったけど行かなきゃダメだよなこれ。特にダメージを受けるわけじゃないみたいだな。精神的には結構来たけどね。冗談抜きに虫嫌いはここで、
辞めるかもしれませんね。ゾエー、また2階に忍び込もうとしたね。私が気づかないとでも思った。エヴァリンがあんなことになったっていうのに、あんたは妙な薬のことばかり。手癖の悪いお前のこと、どうせ私の祭壇でも漁る気だったんでしょう。私の神聖な祭壇は誰にも触らせない。大体お前は私やジャックをバカにしてるんでしょう。出来損ないのくせに。なんてひどい子なんだろう。お前なんて産むんじゃなかった。許さないで、出来損ないのくせに。いつもいつも親を見下してこの家を捨てるつもりなんでしょう。出来損ないのくせに、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 もし祭壇に触ったらお前の胸を切り落として夕食のステーキにしてあげる。やっぱり、ゾイさんは家族と仲が悪いみたいだね。仲が悪いというか、ほとんど敵視されてませんか、ゾイさん。このメモの感じだと、マーガレットに見つかったら、下手したら殺されるんじゃないか。2ページ目がかなりエキサイトしてましたもんね。海洋も句読点もないから読みづらかったな。1ページ目のエヴァリンがあんなことにてなんだろうね。ああ、それも気になったな。子供の写真がありましたよね。やはり、もう一人家族がいるんでしょうか。あんなことになったのに、書いてあったよな。ってことは死んでるか。それか、病気か怪我でもしたのかな。それなら、夕食にいなかったのも納得ですね。まあ、死んでるか死にかけてるなら当面の障害にはならないな。そうですね、今は血清を探さないと。でも、本当にあるのかな。ゴミとガラクタしかないもんなここ。何を根拠にゾイのやつは血清があるとか抜かしてるんだ。仮に血清があったとしてなんで、ジャックたちは使わないんだ。確かに変ですね、感染しても。思考能力は人並みにあるみたいですし。現に感染してるゾイさんは、血清を求めてますしね。だろ、どうもきな臭いんだよな。ゾイのやつを信じていいものなのか。ゾイさんが、家族と敵対してるのは、間違いない。指摘の敵は味方っていうじゃない。大丈夫でしょ。でもこのゲーム、ヒロインがナイフで襲ってきたり、チェーンソーで腕切り落としたり殺そうとしてくるゲームだぞ。それは、そうなんだけどさ。お、出たな。ジャックに負けず劣らず化け物だな。どんだけこの家虫いるんですか。っていうか、マーガレットさん虫呼んでない。コーナーやからのこのショットガンで痛がりもしないね。こりゃダメだ、戦術的撤退。あっという間にやられたな。これは、強敵ですね。戦わない方がいいのかな、こや。げ。あいつの後ろの扉に入りたいのに。
なんとか出られたな。これで、鍵のかかった部屋に入れるね。ほんじゃ、血清があるかはわからんが開けてみるか。相変わらず鉄筋戦スキルがないナインさんは。上等だとここにあってやる。無事にガードされてますね。メタルギアにこんなボスいたよね。チャンス。やったか。This is beyond the pale. You hear me? Beyond the pale. You're gonna die in this hole, and you're gonna like it.お、今度こそやったか。ははは、は、黙りろ。ジャック並みの生命力なら、これぐらいじゃ死なないだろ。とどめを刺してやる。おお、なんかいるぞここ。早く上がろう。仕留め損ねたな。まあ、しばらくは襲ってこないでしょ。コデックスがなんかなってるな。ターゲットアクトネーション、目標補足って意味だな。じゃあこれが、結成。資料型、体、の結成について、以下の、を、ことで、結成を生成が可能である。1、D 型試験体、脳神経。2、D 型試験体、末梢神経。なんかよくわからんが、結成作れるってことだよな。脳神経、末梢神経、が材料ですかね。材料があっても生成する設備がないんじゃ、全部の部屋を見たわけじゃないけど、休館にはなさそうだな。ということで、ゾイには悪いが諦めてもらうか。Well, did he find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum?I haven't found any, but I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it.脳神経が頭なのはまあわかるが、末梢神経って腕にしかないわけじゃないし、あのミイラは一体何なんだとか、ゾイとイーサンは血清を生成できるのかなど、いろいろ突っ込みどころ満載だな。確かにいろいろな謎が出てきましたけど順調なんじゃないですか。そうだね、材料はあと一つだしね、なんとかなりそうだね。10月11日、一日中、ひどい耳鳴り夜も眠れない、あの子が来てからだ、ゾイの言う通り、あの子はどこかおかしい、一緒に来た女も。10月15日、幻覚、幻聴、吐き気が止まらない、町の医者に行ったらレントゲンを取られた。どうなってるの ?10 月23日、あの子がプレゼントをくれた。10月、2階の一番奥、
プレゼントは秘密の部屋に誰にも渡さない。あの腕はあの子の信頼のいるし私たちを幸福に導いてくれる。この幸せを汚す者は、誰も生かしておかない。この体調不良が感染の始まりか。あの子というのは、エヴァリンでしょうか。今さら新たな登場人物ってのも変だしな、そうなるのかな。そうなると、あの女ってのはミアさん。ひょっとしてどっちかが感染者でジャック一家に感染が広がったんじゃないか。日記の内容から察するとそうなりますね。日記の最後エヴァリンを崇拝してるのは何なんだろうね。感染者に上下関係ができるのは、バイオ法でもあったよな。まあとにかく、腕とやらはこの奥にあるみたいだし、大事なものみたいだが頂戴しよう。そんでもってゾイと合流だな。これは、何が必要なんだ。反対側には、ランプがぶら下がってますね。こっちにもランプをぶら下げるんじゃない?ランプ、マーガレットが持ってたな。お、あった。なんあれ、マーガレットか、あんなに腕長かったっけ。なんだあや?どうしちゃったんでしょう、マーガレットさん。何か違う生き物になってなかった。なんか動きが虫みたいだったな。どこ行ったあいつ?お、開いてるね。ここか。おお、そのせいだか。くらえ。とまず撃退できましたね。わあ、なんだあ。なんだ雲か。どこ行ったあいつ。いないね。何したこいつ。腕で叩かれたね。そうか、ならあまり近づかない方がいいな。また逃げましたね。声はするんだが、どこだ?ちょっと待て、近すぎる。なんだこいつ、よく見たら高層コードに、
引っかかりそうな下半身になってる。本当だ、あれが弱点。マヌケだ。こんな攻撃ありか。ちょっと今のはずるいよね。完全に化け物ですね。You got nowhere to go now, boy. それ、やめろ。やばいなこれ、弾がなくなりそうだ。ハンドガンの弾を置いてきたのは失敗だったね。いろいろ荷物があったから置いてきちゃったんだよな。あぶねえ。バーナーは終わったな。あと、3発かよく狙わないと。弾切れだおお。なんだ、まさかの第二形態。そんなまさか。勝てたのか？みたいですね。